ここ風切ってそうですね、ここ正解だ。太陽が昇り、すごい幻想的な。こっちに行きます。気持ち悪いな、見たこともないような風景の風やして苔行こうよ、夢を抱いてこの道を進もう。そっと包む朝の光、優しく未来を描くよ。心のノートに書いた夢、これはまあ楽しみというよりもこれ森を味わってるって感じしますね。いやー、原生林の中を歩くって書いてましたけど、本当に原生林の中を歩いてる感じがします。これ夕方だと真っ暗なんだと思うんですけど、こう朝だからね、こういう感じのすがすがしい通りを歩けるんですね。湿気てるな。でも道は確実につながってますね。すごいすがすがしい竹の中を歩いてますよ。いやー、何、観光地とかもどうでもよくなりますよね。こんな朝の新鮮なところを歩ける。あの白いの何かなと思ったらね、キノコですよね。こんなキノコです。下から見るとキノコって傘になってたんでね、こんな感じで。ちょっとね、見てください、この平原の中を歩いてますよ。笹の道、もうちょっとしたらねこの道終わるんですけどね、早く帰りたい。もう今日はね早く帰りたいんですよ私。もうね3日もね山にいるとね、明日から仕事でありますしね。このアングルで撮影はないでしょう、なかなか人間でも見れないですよこのアングルで。虫の目、虫の目だ。自分で帰って見てみたら楽しいかもね。クマは出ないですよね、鹿は出るのかな。さっきからこの笹の道が、笹の道がずっと続いてますね。誰も来なくなった。そしてまだこの笹の道がいつまで続くんだ。もう
だいぶ低くなってきたな。この稜線ともうちょっとで交わります。だいたい雲取山全体にそうなんですけど、すべてが5倍ぐらい想定よりも長い。これ長すぎるわ。これお前よかった、入れるわ。あ、ここか、ここだったんですね。あ、長かったな。巻き道終わりましたよ。富士山見えたのは初日だけだったのね。富士山は見えなかったです。石尾根。あー、こっか。これ上から見たとき、下から見たとき大変だったな、これ。つづれ尾根ですよ、つづれ尾根。お、目の前に見えました、富士山です。いやー、急に出たな。見てください、目の前に富士山が見えます。泥がついてましたからね。たまんねえわ、私のこの黄色のパンツが泥に、泥で変色してる。装着完了しました。こんな感じですね。目の前に富士山が見えますよ。あれです。ああ、雲がね、あれ2000メーターぐらいの時雲があるんですよね。ちょうど今私がいるところは2000メーター付近なんでね。トレイルランの下りで降りるっていうのは楽ですよ。上りの筋肉よりも下りの筋肉は楽だからね。石の道が分かったから楽だ。これずっと走っておれるんちゃうかな。ザックって背負ってトレランっていうのもすごいよね。通過してしまった古雲取山っていうのがね、ここみたいなんですよ。ここも前半通った。これもサクッと通れますよ。ヘリポート通過します。ようやくここの七つ岩山の手前の分岐まで来ましたね。今日はね、七つ岩山登らないですよ。体力もないしね。ここはそれていきます。ここ降りますね。通過意外に早いな。こんな川ありました？こんな滝もこんな橋もなんか記憶がないですよね。多分歩いたと思うんです。あまり記憶に残っていない。いやー、すごいわ、滝みたいに落ちてる。これ道間違ってない？俺ちょっと自信がなくなってきたな。そうか、これ通ったことのない道通ってましたね。さっきの分岐を登ってもやっぱり道が違ってましたね。こういうことよくあるから。合流地点ここだったんだ。こんにちは。 3.3キロ、まだ3キロもあるの。ここ休憩ですよ。3キロ、ちょっとねしんどいですわ。ちょっと寝よう。疲れた。ストックしまってゆっくり歩くことにしました。もう最後なんでゆっくり降りましょう。上りの間違えたところに来ましたね。本当にもう最後の最後っていう感じですよ。なんか想像の3倍、とりあえず長い、想像以上に長いですよ。今だって10時ぐらいに、6時間はかかるでしょうね。
日帰りはまず無理です。どうやらここっぽいですね。海跡があるわ。多分ここからなんでしょうね。しくじった。地元の人の踏み跡だったんだね。登山道とはとんでもないですけど、この行き品の道を見余ったばかりにとんでもないロスタイムをしてしまったんですよね。今日二度とこのような道間違いがないようにですね、記録を残しておきますね。道路に出た。こんなとこ登山口って書いてなかったよ。そして最後の石段を踏んでたどり着きました。ここのポスト非常口来ましたよ。ゴールです。ここです。村の入り口だ。この村の入り口から入れるんですね。きつかった。書いてるわ。これですよね。こう行けばよかったんですね。はーい、遠かった。雲取山11時ですよ。目標11時、10時とか言ってたけど、やっぱりね、正直言うと長いです。七つ山のペンションのとこからここまでね、愛宕山の大杉なり林道の3倍。もうね、今度来るとしたらね、熊取山の向こうから来る方がいいですね。まあ私のこの動画を見てね、まさかと思うような人はね、一回行ってください。これ一回行くとね、もう味わえますよ。でもまあ山頂からはね、ご覧の通りね、天白できてね、富士山も見れてね、非常に良かったんですけどね、いかんせんね、これ日帰り登山ではね、関東でのね、ソロハイキングね、テント泊ね、初めてでしたけどね、ありがとうございました。今日ね、たくさんすれ違った方もいると思うんですけどね、お会いしましょう。さよなら。これも登山口かよ。マジで。ちょっと待ってよ、聞いてないよ、この登山口。これ登ったの、みんな。そうだよね。どう考えてもこれだよね。書いてあるわ。ここだ。最悪。最大限の汚点はですね、やっぱり登山口でね、GPS を見てなかったんですよね。まっすぐ行って登ってたっていうのを見てなかったんだな。そう、私最初ここは登山口だと思って、でもこれは違うかったんですね。鴨沢登山口は分かりにくいということをお伝えしておきますよ。この時間車道歩かされたけどな、鴨沢近道って書いてあるし、言ってもまだ山奥に近いですよ、これ結構な。でもね、ここ来る人ほとんどマイカーで来るんでしょうね、多分ね。まだ歩いてますよ。雲取山荘も夕食朝食付きって書いてましたけど、どうやって運ぶんだろうっていうのがね、疑問になるんですよね。一回ちょっと調べてみたいですね。どうやって食料を運んでいるんでしょうか。缶ビールでも賞味高いですよ。あのウーバーイーツでも持ってきません、あのウーバーイーツでも。まして唐沢に行った時はね、ヘリコプターがやっぱ来てたんですよ。民間のヘリコプター。人でも持てんでしょ。一人の天白の荷物でも重たいのにさ、こんな7時間もかけてあんなとこまで登れるわけないじゃない。山小屋の人に聞いてもよかったんですけど、やっぱりね、厳しい中で生きてるから、都会から来てる人なんかと比べるとね、本当に切実な生活してるんだと思うんですよ。だってあの山小屋に住んでて、ちょっと都会に行きたいってどうして行くんですか。ちょっとそれも聞きたかったんですけどね。そしてビールとかコーラとか売ってましたけどね、それが例えば150円とかね、値段が2倍だったとしてもね、交通手段のある場所の2倍はうなずけるんですよ。でもね、交通手段のない場所って正直僕10倍ぐらい取ってもいいと思うんです。コーラ1500円でも、そんな1500円の山の上でコーラ飲んだりビール飲んだりする人ね、あといざ言った時に助けてもらうとか、そういう山小屋っていうのは非常にありがたいなと思うんですけどね。なんかね、そういうこともね、つくづく感じた、そういう山登りでしたね今回は。まあうだうだ喋っちゃってますけどね。まだこれ近道って言うけど、全然尺が長いわ。つきそうにないんだもん。なんかね、喋ることなくなるわ。
奥多摩の山間部ですよ。結構ね、山が急ですよね。急峻な斜面がね、こうディープなね、急峻な斜面が降りてきてますよね。うわっ、いた、またここ2回目だ、いた、ここ、お、足が、俺も結構太もも足腰弱ってんな。俺最後の最後でずっこけましたね。さあ、ここ、はい、平野正子の瞑想ルート、本当に瞑想しましたね。あー、しんどかった。重さはバス停に降りましょう。暑いですよ、やっぱり地元ね、麓だからね。あ、山の休憩所、もうバス停で休憩しましょう。お疲れさまでした。 500m、 まだ 500m もあるの。これは参ったな。降りてきました。見てください、下に見えるのが奥多摩湖ですね。東京の水がめ、あのままのシャドウで深い谷になってたんでしょうね。そこまで水が入ってるってことは結構水深深いんだと思います。 V の字型の切り立ったそういう傾斜の場所にダムが作られたっていう感じですね。東京の水を供給している多摩川っていうのはね、まさにここなんですよね。上流、多摩川上流、そしてこの多摩川上流に注ぎ込んでる水を降ってるのがこの辺りの山々ですね。うわ、まだまだ下に見えます。あれ見てください、あそこ火災があったっていうのはあそこなんですね。今あの赤いコーンがあったところで木造住宅が焼け落ちてしまってますね。ちょうどこのニュースがあった直後に私この山に来たんで、この道も封鎖されてたってことですね。あ、大変だ、焼けちゃってる。本当に全焼してますね。片付けるって私登る前に言ってましたよ。ああ、まだちょっと焦げ臭い匂いがしますね。うわ、完全に燃えて炭になってますね。巨木が炭になって、すごい火事があったんですね。ここ木造住宅だからね、燃えやすいですよね。悲しいです。鴨沢バス停に到着です。しかし人がいないのが気になるな。誰もいないんだよ、俺しかいない。どういうことよこれ、どういうこと。今日は誰もいないのか。芸術バス来るんだろうね。11時50分、頭いいか。13時10分、おお、13時10分、1時間20分待ちやな。1時間20分待ちだよ。どうしよう、これ飯でも食うか、飯でも食うか。営業中ですって書いてあるな。